皆様こんにちは、愛です。本日はこちらになります。わかるかな、これ。今月のアイハーブでお買い物した商品が届きましたので、ご紹介していきたいと思います。よろしければ最後までご覧ください。今月はですね、ほぼほぼリピート商品になっていて、一つだけ以前から欲しかったものが売り切れていたんですけれども、入荷されていたので購入いたしましたので、一つずつご紹介していきたいと思います。食べ物というか口に入るものからご紹介していこうかなと思うんですけれども、スターウェストボタニカルズのローズヒップパウダーですね。オーガニックのものとなっております。今これ3回目かなのリピートだと思うんですけれども、朝晩私とポビは食べております。まあ、ポビちゃん晩だけなんだけど、私ローズヒップが好きだから食べるのも好きなので、味が好きだからいくらでも食べれちゃうっていうのもあるんですけれども、まあヨーグルトに混ぜたり、プロテインに混ぜたり、スムージーに混ぜたりっていう形で、あとはお茶に混ぜたりとかもしてるんですが、とてもねパウダーだから使いやすくって大好きですね。やっぱお肌に透明感が出たりとか、アンチエイジング効果があるっていうことで取り始めたんですけれども、これはね長く使用しないと効果がわからないとは思うんですが、私いろんなこうシミを取ったりとかするプロダクトを使っているんですけれども、内側からも入れていった方のが予防にもなるなと思って取っております。変化があるかっていうのは自分ではわからないんですけれども、あ、なんかちょっと透き通ってきたねとかって言われることもたまにあるので、お友達とかにたまに会うと、お肌透き通ったように見えるねとかって言っていただけるんですね。嬉しいことだなと思って私は受け取ることにしていて、お世辞とかだとは思わないっていうんですかね、厚かましいんですけれども、こういうものを取っているからかななんていうふうにも思っております。これからもね継続して取っていきたいなと思っております。前回2ヶ月ぐらい前に買ってると思うので、だいたいそのぐらいでポミと渡して食べきってます。とてもお気に入りです。こちらも口に入るものなんですけれども、 MRM のMSM クリスタルズというパウダーになります。サポートヘルシーヘアスキンネイルズ&ジョイントって書いてあるのまま、髪とかお肌とかネイルにもいいけれども、ジョイントですね、関節にもいいっていうパウダーで、こちらのクリームはもちろん肩こりクリームとして塗ってるんですけれども、これをね内側から取ることによって関節にもいいし、いろいろお肌とかにもいいのであれば飲んでいこうかなと思ってて、これね1ヶ月ぐらいでね1コンテナ飲み切りました。この中にスプーンが入ってるんですけども、1スクープ1日3回ぐらい飲むといいですよっていうことが書いてあるの。朝昼晩飲むようにしてて、プロテインに入れるのとスムージーに入れるのと、夜寝る前にアロエ水とかを飲むので、それに混ぜたりして飲みます。結構しっかりと味がついているものでないと多少の癖を感じるかなとは思いますね。にがりみたいな感じ、味がちょっと渋くなるっていうのかな。先ほどのローズヒップパウダーをたくさん入れるとですね、プロテインドロドロになって重たいもったりとした感じになるんですけれども、これを一つ加えると今度サラサラになるんです。これとこれを一緒に入れるとちょうどいい硬さになるんですね、私の中では。そういうのも面白いなと思って、ちょっと癖はあっても別に嫌いでもないし、これ飲みやすくてすごくいいですよっていうものとは言い切れない、もちろんなんですが、私にとっては別に飲めないものでもないし、飲み方工夫すればいくらでも飲めるなと思うんですけど、お水に混ぜるのは私多分ちょっと難しいかなって自分でも思う。基本的にはプロテインとか味のついているものに混ぜておりますので、旦那もねやっぱり腰とか良くないからこっそり混ぜたりとかして飲むようにしているので、これで1ヶ月だとね減りは早いんですけれども、これからも飲んでいきたいと思います。ヘリテージストアのローズウォーター&グリセリン、お化粧水ですね、を1本購入いたしました。これはですねストックを1つ開けたので、ストック用にと思って1本購入したんですけれども、お風呂上がりに必ず使うお化粧水となっているので、ないと困っちゃうから必ずストックは1本あるようにしています。いつもオイル使ってからこれをシュッシュッするようにしてるんですけども、これだけの効果がちょっと、ああ、コーラ喧嘩しない、お茶をこぼしそうになりました。2人で喧嘩して喧嘩っていうかじゃれたんだけどね。じゃれっこはしないでください、ポメタもタニクも。何の話してたっけ私。また来たよサニク。ポメが隠れたの見てる。
ベッドの下にポミが隠れたのを追いかけてますね。オイル使わないでこれ1本の効果がちょっと知りたかったので1回実験してみたいなとも思っております。まあ絶対ね常にねストックしているものでこれからもリピートしていくと思います。アキュアのローズヒップオイルも1本リピートしました。こちらは夜のスキンケアにビタミン E オイルと混ぜて使っているローズヒップオイルなんですけれども、まあねお魚さんの香りというかねフィッシュオイルみたいな香りがするんですが、慣れてしまうとどうってこともない感じですね。ビタミン E オイルがかなりこっくりとしたというか重たいテクスチャーなので、これをねワンプッシュ混ぜてあげることでとってもね扱いやすい硬さにもなって、それで私好きですし、まあ効果もねもちろん毛穴とかシミとかいろいろとねあると思うんですけども、まあ、肌を修復してくれるものなので、こういうものはね長く使わないとやっぱり効果は出てこないと思いますから、これからもね夜しっかりとスキンケアで入れ込んでいきたいと思います。そしてこれで最後になるんですけれども、これがずっと売り切れてて欲しかったんですがずっと購入できてなかった商品なんですが、アンネマリーボーリンドのオレンジブロッサムエナジャイザーになります。これはねずっと使ってみたくって、使ってみたいなと思うといつもないのね、売り切れてて、今回ねあったからもう絶対買おうと思ってすぐ買いました。オイルと美容液が2層になっているもので、よーくこう振ってから使うらしいんですけど、中間色みたいになるけどもちゃんと混ざってるっていうか、つぶつぶだな。これは結構しっかり混ぜないといけないのかな。しっかり混ぜても、あ、つぶつぶだ。なるほど、こういう風になるんだね。うん、なんか気泡みたいな感じ。だから集合体恐怖症とかの人は嫌かもしれない、この見た目が。昔、子供の頃、お水の中にオイルが入ってて、色がついててさ、こう逆さにしたりとかすると、こう変わったりとかする置物あったと思うんですけども、それ好きでよく見てたので、こういうの大好きですね。一番搾りの植物油と花のエキスらしいね。柑橘系の香りがするけど甘いって書いてあったので、どんな香りかっていうのもちょっと確かめてみたいなと思いまして、いつか絶対に1回は使ってみたいなと思ってて、マトヒッピーのビタミン C セラムとこっちとどっちを先にちょっと試してみようかって悩んだ時にマトヒッピーの方にしたんですけれども、アンネマリーのものはねいろいろ試してみたいものがありすぎて、でも価格帯としてはそこまですごく安いものでもなかったりするので、まあ一つずつね試していこうかなと思っております。抗酸化セラムなので、まあアンチエイジングとかお肌に透明感が出るみたいで、シミとかにも効果があるようなので、はい、私の大好きなタイプ、常に使っていきたいタイプの美容液だと思いますので、やっとね購入いたしましたので試していきたいと思います。以上が今月私がアイハーブでお買い物をした商品となります。ちょっとね少なかったんですけれども、もう最近使ってるものが安定してきたので、リピートリピートリピートっていう形でずっとリピート商品が続いていて、新しいものに全然手を出していないんですね。まあ久しぶりにこういう新しいものも入ってはきたんですけれども、なんかね落ち着いてきちゃった感じがして、自分の中でアイハーブのお買い物が、以前はね旦那とね食会しようかなと思っておやつとかも買ってたんですけど、お父さんちょっとお太りになられてしまったのと、アイハーブで見ているおやつが結構どこにでも売ってるんですよ。まあそれはそうだと思うんですけど、アイハーブじゃなくても買えるから別で買って一個ずつ試すのもいいよねみたいなことを話したりとかもしてて、試食会するようなお菓子とかも全然買ってなくて、試食会ねとても好きですっておっしゃってくださってる方々とか楽しんでくださってる方に大変申し訳ないんですけれども、これからもねちょこちょこアイハーブじゃなくてもまとめてではなくて、ビログの中とかこういうものを買ったのでちょっとお父さんと食べてみます、食してみますみたいなことはやっていきたいなとは思ってるんですけども、あとはそうですね、ちょっと変わったお菓子とか、あのアメリカの本当にすごい色をしているおやつとかをまとめて買ってきて一緒に食べてもいいかなと思ってて、お父さんが昔子供の頃にちょっと食べてたようなおやつとかを思い出してもらって一緒にね買ってきてもいいかなとは思ってるんですけども、そんな形でね試食会もできたらいいななんていうふうには考えております。
なので最近全然アイハーブの新商品とかもチェックできてなくて、ちょっと追いついてないんですね、私自身が。いつも同じじゃんみたいに自分でも思うので。ただね、ちょっと最近アイハーブの買い物自体にそこまで大きな魅力を感じなくなってきてるっていう部分もあって、いろいろシステムが変わったりとかして、ちょっと以前よりもお得感っていうのが減ってるなっていうのは実際感じているんですね。そんなケチくさいこと言わないでよっていう感じかもしれないんですけども、やっぱり何でもお得にお買い物できるってとっても大事なことだとは思うので、それがやっぱりね、少しね薄れてるなっていうのはね、最近とっても感じますね。だからあれもこれもそれもっていう風にならなくなってきてるのかなともちょっと思ってるんですけども、おすすめやまた自分でいろいろ探して新しいものも発掘していきたいなと思っております。なんか私の顔がやけにテカってると思ったら、ここにね、大きい鏡が置いてあって、さっきイプシーバッグのビデオを撮っていて大きい鏡見てたから、それが反射してめっちゃテカってるんだと思って、すごい光ってるの。ここに来るとここだけ明るくなるでしょ。これでほらほら、これだったんだずっとと思ってますが、私ね、ライティング自然光だけで他のライト使ってないから、これいいかもしれない。ちょっとこれから角度で変えて使っていってもいいかな。商品とか明るく見せたい時とかもいいかなと思いますね。雑談してると長くなってしまうので、このあたりで終わりにしようと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。